こんにちは、マトリックスアフィリエイトです。まあなんとも美味しいネタをいただいたなということでね、私はね今ねワクワクしてますよ。その後のフォーチュンビジネスも、まあ、やっときゃよかったなと思いましたね。フォーチュンビジネスなんかね、女の人が出てきてそれらしく語ってるから本当のこと言ってるように見えるじゃないですか。で、私はちょっとね参加しなかったんですけども、あの参加した私の塾生さんから言わせるとひどいとこれを吉谷さんが言ったら本当だと思ったから言ってみたみたいなことね言われてましたけども、まあ受け取り方は様々なのと、やっぱ吉谷さんはね対談相手ですからね。ですから吉谷さんにどうこう言うのもちょっと筋違いかなというところもありますし、まあでもね紹介者としての責任求められるところもあるんで、なかなか難しいですよね。やっぱこう吉谷さんとその女性との関係で吉谷さんはこれだと思って紹介してくださった、メディアを貸したってところがありますけども、まあね、その成功報酬いただいてるならまだしもね、そんなこともないと思いますんで、それはなかなかあのやられたとかっていう気持ちは分かりますけどもね、ちょっと私みたいにお笑い飛ばすぐらいがちょうどいいんじゃないかなと。それを選んだのは誰なんですかってことなんですよ。これはまあ吉谷さんから言いにくいと思いますから私言いますけども、誰が紹介したにしてね、何をどういうふうに自分で選んだかっていうのはそれ自分のセンスで選んだわけですから、それこそねあのインチキっぽいやつをインチキっぽく紹介する人もいないし、紹介する以上なるほどと思ったところがありますよ。で、見識の違いもあったりね、ちょっとこう思い違い、紹介者さんの勘違いもあるし、まさに紹介者さんを取り込んで、まあ、ちょっと騙す人もいますんで、ね、そういうのも込みでビジネスだと思います。あの結局ビジネスは戦場だって言いますけども、いやそういう部分は確かにあるんですよ。片っぽではビジネスって人を育て上げるためのものすごくね、美しく明るくて温かいもの、そういう側面もありますけども、そういう側面ばかりじゃなくって、自分の防御力がない人、学習を積んでない人、ビジネスがいまいちな人っていうのは結局そのね温かい面に触れる前に、そうじゃない厳しくって冷たい面にやられちゃうんですよ。だからそれを乗り越えてね、金をつかみに行って結果自分にどのぐらいのプラスが残ったのかマイナスで終わったのか、これが全てですよね。だから人生って例えばねビジネスに限らずですけども、まあいろいろあるわけですよ。もう大好きで大好きで愛し合って結婚しました、でも結婚して暮らしてみたらそうじゃない面が見えてみたとか、自分にも意外なところがあったみたいなね。どうですかね、ビジネスも結局同じだと思うんですよ。自分が掴んだビジネスをどう使うか、どう乗り合っていくかだと思うんですよね。で、今回グダグダ長くなりますんで申し訳ないんですけども、吉谷さんね、マトリックス合宿とかはいいと思うんですよ私は、本気でね。だから詐欺にあったとかね、お金を騙された、じゃあそこからどうするみたいなことをこんこんとやるね、そういうのも必要なんじゃないかなと思いますし、これは私たちじゃないとできないんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと頭の隅に入れていただければいいと思いますけども、さあそれでは一つの例をね、またマトリックスアフィリエイトを使って紹介しますけども、それから例のね20時間合宿とか、スマホアプリ山口陸にも関わることなんです。これ一緒のスタンスで私申し上げますけどもね、それから例のヒルズ塾も同じです。全部私は同じ考えでやってるんです。リスクヘッジを踏んでるんですよ。それは何かっていうと、あれもそうですね、私が新入社員前にハワイで石を売ったのも同じです。全くある組織に入ったってことは、その組織がどこの方向に向かおうと、その組織の中のねちっちゃい組織を自分は抱えることができるってことなんですよ。じゃあマトリックスアフィリエイトっていうセールス受けました、他にもセールス受けた人がいます、会場に行きました、ね、大阪会場とか東京会場ありましたけども、大阪会場行ったらやっぱりね10人ぐらい受講してる人がいるんですよ。じゃあ私は一番前のど真ん中に座ってね、質問をたくさんして目立つ、広島の久保ですけど、ってねやるでしょ。で最後、じゃあ最後まとめて最後質問ありませんかって時に、はい広島の久保です、今日懇親会あるんですかねみたいな感じで聞くんですよ。そしたら、やりましょうか、懇親会来る人誰かいますみたいな感じで始まるんですよ。懇親会行く人みたいな感じで、そしたらまあ大体全員手挙げるじゃないですかで懇親会行っておしぼり出したりとかね、ドリンク注文を受けたりするのを私がやるんですよね。私がやって、いや今日セミナー本当勉強になりましたねとかおだてると主催者もいい気持ちになるわけですよ。例えば主催者が詐欺を行おうと思っても、この人なんか使えるなみたいな感じになるわけですよね。でその上で他の受講生さんからも注目を浴びるじゃないですか。じゃあ詐欺でポンと飛びました、そういう時でももしかしたらですよ、
久保さん、この前はどうもありがとうございました、いろいろとちょっと今回ね事情があってこういうことになっちゃいましたけど、久保さんにはちゃんと損がないようにしますんで、ちょっとこれからお話聞いてもらえませんかみたいな感じで一本釣りしてもらえる可能性が一つあるんですよ。もう一つはですね、ポーンと飛んでマトリックスみたいにいなくなってもですね、久保さんしか連絡先わかんないんで連絡したんですけども、あのマトリックスって飛んじゃいましたね、どうなったんですかね、なんかすごい被害を受けてる人も他にいると思うんですよみたいな感じで相談来るんで、じゃあ私がね発信してマトリックスアフェルと関わった人みたいな感じで集めるじゃないですか。そしたらある集団ができて、そこでマトリックスアフェルとね、すごくいいアクセスアップのチャンスだったんだけども、ちょっと飛ばれちゃったよねと、困ったよねと、まあでもさこうしててもしょうがないからなんかで儲けようよって、あそうださ俺ね速稼塾ってのやってるの皆さん知ってると思うんですけども、これ結構イケてるんですよ、これで頑張ってみませんかっていう話をして、30万ください、30万ずつみたいな感じでね、結局儲かるみたいなことがねあるわけですよ。でもちゃんとマトリックスアフィリエイトでそうやってね速稼塾に流れてきた人はその人の意思で流れてきて、そして私は自分の手元に来たら自分の意思で逃げずにサポートする自信があるからそれやるんですよ。やばいな、売上上がったし入金があったから逃げちゃえみたいなことはないですからね。私なんて入金がない人までサポートしますからね、入金途中でなんか滞って人までちゃんと対談したりとか祭り上げたりとかしてその人が成功して稼げばどうせ払ってくれるだろうと思ってるわけですよ、だからね銭かねケチケチ言うんじゃなくって、じゃあ結果自分はプラスになったのかマイナスになったのかを日々振り返るだけです。詐欺に遭おうが騙されようがどうしようが雨が降ろうが槍が降ろうが今日ね、何度倒されても常に立ち上がって最後まで立っているのは誰だってことなんですよ。私はね最後まで立ってますよ、今日もこうやってね、吉谷さん今まで何人の人がいなくなったんですか、どれだけ鳴り物入りであれが売れたこれが売れたっていう人が消えたんですか、ね、結局ビジネスって最後まで立ち続けた人、死のその瞬間までビジネスという戦場から逃げなかった人だけが勝利者だと思いますよ私は、まあ、それこそねビジネスで本当に死ぬことはないですからね、瀕死の重傷はありますけどもね、精神的にも金銭的にも、でも肉体はへっちゃらじゃないですか。ビジネスでなんかね突き指した人います、ビジネスでなんか耳がもげた人います、ビジネスで内臓が壊れた人います、いないと思うんですよ、ビジネスではどうやっても会社が潰れてもその会社の中にいた人は誰一人潰れないですよね。私はね自分で会社を経営しながらこう言って思ってました、会社は潰れても個人は潰れないっていうね、じゃないですかね。会社って私も何社も潰してきて今ねもう何にもないですよ、土地もないし建物もないですよ、店もないですよ、従業員もちりぢりです、でも誰一人潰れてないですよ、みんなどっかで別の形で何かをやってますよね、人間で潰れないですよ、だから死ぬまでゲームオーバーじゃないんで、とりあえず生き残っていればいくらでもチャンスつかめると思うんですよ。さあそれで、ね、まだまだ言いたいことはあるんですけども、私はそのね詐欺にかかったとかいう時点でも負けなんですよ。詐欺にかかりながらそれでもプラスになれよって話ですよね。吉田さんも100万円持ってかれましたけども、だからこそ150万円にたどり着いたと思うんですよ。ある意味持ってった人に感謝ですね、それはね。100万盗まれたから150万になりましたと言ってね、別のところから150万回収してるわけですから。で150万ってのは誰かの売り上げ、誰かの支払いじゃないですか。支払ってくれた人との関係は深くなるじゃないですか。じゃあ100万円を貸した人との関係がなくなったけども、それによって新しい人との関係が濃くなった、プラスですよね、どう考えても。だからね、失ってグダグダ言って寝てる人はそれで負けなんですよ、結局は。で詐欺師と一緒にあなたも詐欺の被害者、終わりなんですよ。いや詐欺の被害を受けたけども結果的にプラスですよ、どーんと来いですよ、ね、だってね他のことでもあるんですよ。恋愛をしてて大好きな女の子と、もしくはね告白された女の子と付き合いました、でもひどい女だった、女の子消えちゃいました、連絡つかなくなりました、だからって一生恋をしないってことありますかね。それを踏まえてもっといい女捕まえるぞ、今度はこういう警戒をしていかなくちゃいけないなと、信頼しながらも疑っていかないといけないなみたいな感じにね、いろいろあると思うんですよ。次を考えると思うんですよ。だって人生って続くんだもん。ビジネスが一個潰れてもまたやらないといけない、金稼ぎをいくら失敗してもまたやらないといけないんですよ。詐欺にあっても次も信じた人に裏切られる可能性があるのを果敢に立ち向かっていかないといけないわけですよ、ね、私はねそのぐらいのことをわきまえてマトリックスアフィリエイトに引っかかりましたよ。ざまあみろって感じですよね。
俺ざまあ見るみたいなね。で、最初ね、あそこですよ、私がねサラリーマンやった時にハワイで衣装を売った時もあれだけのインパクトを与えておけば私が会社を辞めた後も何かしらの影響力は残るだろうと思ったんですよね。まあ残んなかったですけどね結局ね。ただあの伝説はずっと残ってると思いますよ。こんな商売をしたやつがいるらしいっていうのは今でも会社の語り草ですよ。新入社員に向かってね、旅行中のハワイで金稼いで帰ってきたやつがいるぞみたいな、未だに語り継がれてますよね。私の名前はもう語り継がれてないと思いますけども、それからスマホアプリのことでもちゃんとスマホアプリの中でね、速稼塾の久保ですじゃないや、広島の久保ですって言い続けた結果、私のことを認識している方からも連絡はあるわけですよ。あったわけですよ当時ね、うん、でそこから売り上げにつながったってことはなかなかないんですけども、広島県内にお住まいの方とかは直接何人かとお会いしましたしね、それから県外の方でも何人の方ともお会いしました。そして山口陸さんとは個人的に別でね、私がお会いするチャンスをいただいたりとか、私東京の方にね何度か行って、まあマントゥーマンでね、モーツァルとかシューベルとかみたいなコーヒーショップ行ってね、なんか話しましたよね。あれコーヒーショップ何でしたっけね、なんかネットワークビジネスを話す人がいつも使ってるというコーヒーショップがあるらしいですけど、シューベルトじゃなかったですかね、マドマゼルじゃなかったな、なんか画家の名前だったと思うんですけども、はい、ということでね、いろいろとお話しましたけども、マトリックスアフィリエイト合宿、これはねちょっと頭の隅に入れていただいて、詐欺にかかってからどうやって詐欺にかかる前以上に復活するかね、100失ったら200にして帳尻を合わせるみたいなね、そんな根性がないとビジネスの世界では毎日ねダメージ受けるわけですから、そんないちいちやってられないですよ。50万100万失ったとかそれで泣き言言ってるようだったらビジネスできないですよね。当たり前なんですよ。それはね、騙されるのも経費ですから。私は人を騙すつもりがないけども、騙された時はいつもそういう風なマインドセット持ってますね。騙されることも経費ね、当たり前だと思います。それは後ろからも弾飛んでくるし、社員は逃げるし、でしまいにはね、どっかのグループ会社の会長は社長の債務をお前が払えって言われるわけですからで消費者金融ね、何社も回って金作って会社の経費ぶち込んで従業員の給料それで払って、よし最後会社辞めるから清算だぞって言ったら、お前が作った借金でお前が払えって、お前が社長やろみたいなね、いやいや社長の責任を会長見てくれるんじゃないですか、おーのーみたいな感じでしょ世の中はそれがまあ現実ですし、それに合わせて私たちはやらないといけないですよね。ということで今回のタイトルは、会長は金を払わなかった、これでいかがでしょうか。R34 まで買った、ここまでいるとちょっとタイトル長くなっちゃうんですけども、会長は金を払わなかった、以上でタイトルにさせていただきます。マトリックス。